まず1戦目はシングルバトルの部の3位決定戦からですね、実況私ガチャと、そして解説にこの方にお越しいただきました。はい、解説の黒羽です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。まあ、さて、はいはい、シングルバトルの、3位決定戦に進出した選手のご紹介ですが、秋雄さんと、ラテさんのお二人ですね。さあ、それでは、スクリーンの方も対戦画面に切り替えていただいて3位決定戦始めてまいりましょう。さて、画面秋雄さんのパーティーが映し出されております。ガルーラ、ガブリアス、ケシンボルトロス、ゲンガー、バシャーモ、スイ君、綺麗に KP 上位という感じですね。対するちょっと画面には左端に小さく映っておりますが、ラテさんのパーティー、バシャーモ、ナットレイ、月光がガブリアス、ヤドラン、ハピナスという風になっています。こちらは対照的に、はい、そうですね、KP 上位を固まってるだけじゃないぞという感じですね。まあ、ラテさんのパーティーは本当解説泣かせですよね。ちょっと全然読めないですよね。解説の仕様が、そうですね、まあ、ヤドラン・ハピナスの盾が非常に綺麗で、まあ、特殊物理両方受けられる、そしてタイプ相性もいい並びがいるのかなっていう中で、はい、そこでバシャーモと月光河という、まあ、環境に刺さりそうな高速エースということがちょっと特徴的なのかなと思いますね。まあ、よくねメガヤドランと、あと奇跡ラッキーなんかが積みる、あ、じゃなくて受けループの構築に入っていることが多いんですが、ラテさんはこの硬い物理と特殊の両受けとして、ヤドラン、まあ、そうだとしたらですがヤドランとハピナスを、そうです、ね、採用していて、で決定力もある月光がガブリアス、バシャーも素早さもかなり高くなる3体ですね。まあ、ハピナス採用している段階で、まあ、抜け殻だったり、まあ、ゲンガーはやっぱ強烈に見れる枠っていうことで採用しているのかなっていう印象は受けますね。なるほど。さあ、選出時間が残り少なくなってまいりました。ね、たっぷり考えましたね。ギリギリまで考える。間に合ったかこれ。はい、それでは3位決定戦、秋雄さん対ラテさん、お願いいたします。さあ、どのような選出になっているか。まずラテさんの初手がガブリアス、秋雄さんはバシャーモですね。これなかなか難しい対面ですね。そうですね、お互いが、まあ、初手で出してるんで、ラテさん側はまあ比較的このバシャーも、まあ、含めても動きやすい方のガブリアスなのかなっていう印象を受けるんですが、先発に出てきたということは、まあ、先発でも動きやすい、何か構成になっているのか。まあ、相性的にはまだ加速が発動していませんし、ガブリアスの方が種族値的には素早さが上ということで、まあ、今の段階ではガブリアスの方が有利ですね。そうですね、まあ、タイプ相性的にも有利なんで、はい、ですよね。仮に加速で上を取ったとしても、ガブリアスは気合のタスキやこだわりスカーフの所持率も高いので、加速1回発動程度ではちょっとバシャーモは相性不利を覆せない状態になってますね、このタイミングでは。ここもとないと思います。はい、まあ、秋雄さん側もまだ持ち物読めないですからね。はい、おっと初手はバシャーモ守らず、メガ進化もせず、ガブリアスが岩石封じ、そしてバシャーモは目覚めるパワー、お互いタスキだったり、そういった行動ですかね。ですかね、この強気の動きはバシャーモもタスキの可能性が高そう。そしてガブリアスももというか、まだバシャーモがタスキかどうか分かりませんが、気合のタスキを所持していました。加速は発動しましたが、岩石封じの分がプラマイゼロになった状態です。そうですね、これ、まあ、しかし、まあ、秋雄さん側バシャーモまだ守る選択肢もありますから、はい、ラテさん側ここで、まあ、大きくバシャーモを削れなかったのはちょっと苦しいんじゃないかなと思いますが、岩石封じでは今の HP の減りを見るにちょっと倒せなさそうなの で、まあ、守らないタイミングで地震等を当てない限りは、まあ、上を取ったまま処理することは不可能ですね。さて、ここでバシャーモね、どう削っていくかっていうのが課題になるのかなと思うんですが、はい、まあ、ラテさん側のパーティー、まあ、裏にヤドランがいれば、まあ、比較的バシャーモには有利に立ち回れるのかなと。そうですね、バシャーモに後出しが効きそうなのは本当にそのヤドランぐらいですね。そうですね、まあ、なかなか難しい状態ではありますが、選出そもそもできているのかどうかと。確かにラテさんの6匹を見た感じ、バッシャーモに強さなのはヤドランぐらいしかいないので、選出せざるを得なさそうにも見えますが、そうですね、さあ、ここで秋雄さんのバッシャーモが守るを挟む。
これでガブリアスは激輪を打っているが、これが守られて加速が発動。これで素早さ関係は逆転したでしょう。いや、先ほどの岩石富士があれクラマイゼロの状態から1段上がったので、今すいません1段階ですね。そうですよね、1段上昇状態で 1.5 倍に、元の値の 1.5 倍になっているので、おそらくガブリアス程度であれば抜けているでしょうが、ここは命中安定の火炎放射を持っていました。これで残り HP が0だったガブリアスを処理していきます。さて、ここガブリアス、まあ気合の助けを盾に削りたいところでしたが、はい、ちょっとこういった状態になってしまうとなると、まあ後発でどのように倒すかっていうのが気になるところですね。さあ、死に出しで出てきたのは月光が、相手のバシャーモが今二段上昇状態、そして気合のタスキも消費していますが、果たしてこのバシャーモに打ち勝てるのでしょうか。そうですね、まあ、月光が、まあ、A フリー、まあ、もしくは弾の持ち物で、まあ、先制技、はい、水手裏剣ないしは影打ちで削れることができればというところありますが、うん、いい感染ね、この盤面だと技も見られやすいし、ちょっとなかなか守りも挟まれやすい、交換で負担がかからないといったところで、はい、先制技選ぶのも結構難しい状態なのかなと思いますが、打たざるを得ない。そうですねそれは苦しいですね。そして秋さんの、ま、バシャモが守る水手裏剣を持っていた、ちゃんと持ってましたね、が守られてしまう。さあ、この月光がどれだけ攻撃に努力値が振られているか分かりませんが、そして持ち物が何かは分かりませんが、まあ、水手裏剣の当たり具合によってはちょっとバシャームが処理できないという可能性も考えられますよね。そうですね、まあ、2発で落ちないとかだとちょっと笑えないですよね。うん、しかしラテさんの方はちょっとガブリアスがヤドランに引かなかったことを見るに選出されていないんでしょうか。そうですね、そんな雰囲気がしますね。とすれば水手裏剣を当てて頑張るしかないという感じですよね。となると、まあ、キユさんが交換する裏もですね、だいぶ月光街に対しては安定しないですから。さあ、水手裏剣出していく一発目、おこれはあと2発必要か。これは苦しい。さあ、次は出ました。ちゃんと3発当てることができましたね。さあ、これでお互い体力満タンのポケモンが2匹残っている状態に、五分の状態に戻りましたが、おっと、持ち物が命の玉だったので HP を10分の1失います、序盤とはいえだいぶ肝を冷やす、そうですね、状態になってしまいましたね。もし水手裏剣が2発しか出なかったらと考えるともうお手上げ状態でしょうが、ここでガブリアスの登場です。これ秋生さんがノータイムで出してますからね、はい、ちょっと嫌ですね。そうですね、この出し方は、相当プレッシャーがかかる出てきた。ラテさんからすれば、しかしラテさんの選出、ガブリアス月光がと非常に前のめりな、素早くて、決定力の高い2匹が選出されています、うん。まあ、ガブリアスの持ち物があれだったとして、そうですね、果たして引き先がいるのか。まあ、タスキスカーフと、まあ、比較的怖いアイテムが多い状態ですので。そうなんですよね。おそらくね、その月光画の持ち物、配分もですね、さっきのバシャマへの水手裏剣で秋江さん側には割れてる可能性もありますので。あ、なるほど、その辺のダメージ感覚が身についていれば、あ、攻撃にだいぶ振られてるなとか、あんまり振ってないなとかが分かるかもしれませんね。そうですね。さあ、結構が冷凍ビームを所持している可能性は非常に高いのですが、ガブリアスの持ち物次第ですね。命の玉を持っているので、もし上を取られて激凛等を当てられてしまえば耐えることは難しいでしょう。ここは削りを優先したか、水手裏剣を打っていく。そうですね、水手裏剣選択ですね。最悪タスキさえ割ればなんとかなるという認識でしょうか。うん、なるほど。そしてガブリアスの選択する技は地震。まあ、運よく耐えることはというのはありますが、まあ、さすがに耐えずダメですね。はい、これでラテさんの残るポケモンは1体のみ。秋雄さんはこのガブリアスと残り、まだ見えてない1体が残っています。ラテさん、最後の1体はバシャーモ。いや、いい対面ですね、これは。分からないですよ、このための水手裏剣だったんですね。そうですね、しっかりタスキさえ割ればなんとかなるという意思表示か、はい、さあ、バシャーモがメガ進化して、ここはどうでしょう、守るから入ってきますか。守りますね。そうですね、ここは守っておきたいですね。一応、まあ、バシャーモがの性格次第ですが、ガブリアスが意地っ張りだった場合、まあ、ワンチャン1加速で抜けると、はい、そういった状態がありますので、まあ2連守りをするのか、決め打ちして攻撃するのかというのは ね、ラテさんは次どの技を選ぶんでしょうか。バシャーも意地っ張りだと相手のガブリアスが意地っ張りでも抜けませんが、
補正をかけていればいじっぱりスカーフガブリアスは抜ける。そのためには素早さの実数値115以上が必要となります。まあ、バシャーモンが素早さに補正がかかってないならやはり2連守りにかけるしかないという状況でしょうか。そうですね、まあ、先ほどの、まあ、ダメージで読める展開がなかったと思いますので。おっと守っていない、ここで自信がバシャーモンに刺さって耐えられません。そうですね、刺すべきところに刺した感じでしたね。はい、ということでアンガラオフシングルの部3位決定戦勝利したのは秋優さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、しっかり陽気で補正をかけて、はい、まあ、もしかしたらあれバシャモ側が、まあ、遅い、遅い可能性もありますが、という可能性もありますよね、上抜けなかったということで、はい、了解です。あ、この後選手へのインタビューがあるとのことですが、はいはい、マヤドランやハピナス等の防御的なポケモンナットレなんかも入っていましたが、試合の内容を蓋を開けてみれば結構な殴り合いでしたね。ではですね、まず、惜しくも敗れてしまいました、じゃあラツさんの方からですね、ちょっと一言いただきたいと思います。では、あの対戦終わってどうでしたか。終始相手のペースで試合が運ばれていたので、なかなかちょっといいところが作れなかったかなという感じでした。はい、ありがとうございます。ではですね、勝利した秋優さん一言いただけますか。秋優です。ヤドランかハピナスか来ると思ったんで、それをケアした選出をしたんですけど、まあ、どっちも来なかったのが、どっちも来なかったけど、まあ、うまく転んでよかったなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。秋優さんとラテさんでした。もう一度大きな拍手をよろしくお願いします。では、続きまして、ダブルの3位決定戦に移りたいと思います。というわけで、私クロバ一旦、ここにいて、席を外させていただきます。ではですね、スカーさんの方に引き継ぎたいと思います。スカーさん、よろしくお願いします。